丈夫か？あ、もしかして俺たちの加工が変なのが原因か？心配するな、お嬢さん。この変装ならそう簡単にバレることはない。それ相応の態度を心がければな。うん、そうだな。俺は主にお前に言っているんだ、リベルト。なんで俺なんだよ。お嬢まで笑うなよな。ほら、準備ができたようだ。二人とも乗り込むぞ。お嬢様、段差がありますので足元にお気をつけください。よければ俺の手を。何をやっている。いって、船に乗る前に釘を刺しただろう。潜入捜査だ。くれぐれも目立つ行動は控えろと。リベルタは命知らずだよな。ダンゼさんにいくら言われてもやっちまうんだから。ああ、本当にな。なんだよ、久々の船旅だぞ。ワクワクしない方がおかしいって。はあ、必要があればな。けどここまで服揃えてってのはあんまりないな。今回は対象に顔が割れてるから、いつもの格好じゃすぐバレちまう。だからそれぞれ変装して船に乗り込んだんだ。どうだ、俺の格好決まってると思わないか。ビシッとしたスーツ姿なんて珍しいだろ。大人っぽいかもしれねえが、違和感は感じるな。もっとネクタイ緩めろよ。その方がらしいぜ。それじゃいつもと一緒じゃん。今日の俺はルカみたいな執事ってのがテーマなんだからさ。見た目はそれっぽいが、まだまだだな。服からお前の字が透けて見える。そんなことありません。旦那様の思い過ごしじゃございませんか。透けてるな。あ、バッチリ見えてる。はい、オルソニーノ、何どさくさに紛れて言ってんだよ。そうか。お嬢さんに言われると照れてしまうな。まあ変装の時は必ず被るな。見た目の大きな特徴だからな。かっこよさが落ちる難点を含め難点だんてな。してもなんでお嬢が。適材適所ってのがあるだろ。どう考えてもダンテさんの娘より若奥様の方が自然だからな。だか
からって別にダンテのじゃなくたっていいだろ。俺のだってさ。お前に若旦那が無理なんだからしょうがない。今回は諦めろよ。ち。旦那さんはダンテさん。うん、ゴロもいい。決まりだな。ゴロは関係ないだろ。イベルタ、何も若旦那じゃなくてもお嬢さんの隣に立つことはできる。お前はお嬢さんの従者なんだろ。そうだな、俺頑張る。じゃなくて頑張ります。その様子じゃ立派な執事になるまでに相当な時間がかかりそうだな。そんなことない。俺は執事、俺は執事だ。ルカみたいな立派な執事。ほらお前たち、そろそろ行動開始だ。準備はいいか。若旦那、ウィルたちの様子に変化が？ああ、ウィルたちが話を始めた。当分は食堂から動くことはないだろう。今のうちに彼らに近づき話を伺うとしよう。よし、俺の諜報部としての実力を見せてやる。待ってろよウィル。勢いだけは一人前だな。それが潜入捜査にも反映されれば文句はないんだが。何の話してるんだ。こそこそ話してるから全然聞こえない。もう少し近づいてみようぜ。しかしこれ以上近づくと発見される危険が出てくる。大丈夫だって。食べ物取りに行くふりしてちょっと近づくだけだからぜ。おい、リベルト。力は馴染んできたかい？当たり前じゃんね。俺様、そういうの得意だし。違いないね。石の時も馴染むのが早くて助かった。エオは頼りになるよ。おだてだって何も出ねえし。ここならウィルたちの会話も聞こえるな。バッチリだ。何がバッチリなんだ。主人を置いていく従者がどこにいる。お嬢にダンテ。今何と言った。じゃなかった、旦那様の奥様。なあウィル、俺様たちちんたら船に乗ってていいのか。時間ないじゃんね。大丈夫だよ。俺が考えもなしに動く男に見えるか。まだレガーロに残してきた二人もいる。揃うまでは時間があると思ってくれていい。それに実行するにはまだ駒が足りない。一番重要な駒がね。わかった、ウィルの言うことなら大丈夫だって俺様信じるし。それはありがたいね。力とか駒とかわけわかんねえことばっかだな。力
からか。でもこれだけはわかる。あいつらの存在感、特にあのウィルってやつ、ただものじゃないって感じだ。それに力って話なんか引っかかるんだよ。もしかしたらアルカナ能力かもしれねえし、